第7話から登場するハリネズミでもって悪役の矢野というキャラクターがいますが、これ私が演じてるんですよね。演じてるというのはつまりその声優をやっているという意味なんですが、ことの経緯は2019年まで遡るんですよ。オートタクシーの主題歌を担当しているパンピー君が制作サイドに、これはメテオ君がいい、僕はこの矢野の声は僕の知り合いのメテオ君にやってほしいと思ってる、なんとかオーディションだけでも受けさせてくれまいか、そう言ったんですよね。そしたらそれが通ったんだな。まさかの大抜擢となったわけだ。矢野はセリフがラップなんですよ。で、私も普段ラップをしていますから、それがオーディションに受かった理由なんじゃないかなって思ってるんですがね。私自身は全然矢野みたいな悪党ではないんですよ。どちらかといえばカバサーとかキハナみたいなね、承認欲求が強いのにチキンなんですよ。モテないしね。だから矢野がカキハナを拉致するわけですけれども、これは少し複雑な気持ちでしたよ。しかし心を鬼にしてね、演じきっていますので、もし街で私を見かけたりしたら感想を聞かせてほしいななんてね思っておりますよ。